Représentant les États-Unis d'Amérique. Representing the United States, here is Sasha Cohen. アメリカ、サーシャ・コーエン。紐をしっかりと縛り直して集中してサーシャ・コーエン。素晴らしい能力を持ちながら、これまではガラスのエースと呼ばれました。失敗した時に脆い面も持っているサーシャ・コーエン。しかしこのオリンピックに万全な仕上げをしてきました。全米選手権2位でこのオリンピックの舞台、ロシア映画マイスイート&テンダービーストからワルツ、最初のコンビネーションジャンプ、綺麗に決まりましたね。トリプルウッズダブルトーです。流れ回ってよかったです。ジャンプの回転が早いですね。はい、これから2つ目のジャンプに入れます。綺麗なトリプルフリップです。素晴らしい回転ピッチのジャンプですね。はい、デスドロップスピンです。空中姿勢も綺麗なキャメルポジションを取ってましたね。足が上がってますね。綺麗ですね。これが4つ目の要素のスパイラルシークエンス。素晴らしいスパイラルシークエンスですね。一つ一つの動きに大きな歓声が上がります。難しいバランスのスパイラルシークエンスです。綺麗なレイバックスピンですね。美しいです。ジャンプの要素はあと一つ、アクセルジャンプです、ちょっと緊張してましたが、大きいジャンプでしたね。サーキュラーステップシークエンスです。リンクの真ん中で大きく円を描くようにステップを踏んでいきます。はい、あ、高い、はい、ジャンプも入ってますね。回転しないジャンプは入れてもいいんですよ。スピンコンビネーションです。彼女のスピンの能力もすごいです。このスピン素晴らしいですね。拳を高く上に突き上げました。抜群の質の高さ、素晴らしいですね。素晴らしかったです。素晴らしい出来でした。サーシャ・コーエン、一つ一つのエレメンツごとに大きな大きな歓声が沸きました。はい、それほど見ている人にも一目で分かる質の高さ。はい、素晴らしい選手ですよね。7歳の時に体操からフィギュアに転向しましたが、その体操で鍛えた基礎体力、バレリーナとしての先天性の能力の高さ、はい、そして回転の速いジャンプ、はい、あの全てがバランスよく整った選手だと思いますよね。はい、まあ、これまでは一つの失敗でですね、はい、ガタガタっと崩れてしまう。そうなんですよね。そういうところがあったんですがね。今回はあの練習からしっかりしてましたもんね。そうですね、はい、あの強い気持ちも持てるようになったんじゃないでしょうかね。動きがすごく美しいですよね。これは最初のトリプルルッツダブルトーなんです。はい、綺麗に決まりましたね。回転しているときにこの空中でまっすぐですね、体が、はい、随分まっすぐなんです。今のもトリプルフリップです。素晴らしいトリプルフリップでしたよね。はい、
から動きがすごく流れるように美しい、あのバレエダンサーのような感じの動きで、本当綺麗ですよね。それとこのスピードの緩急もありますしね、はいはい、しっかりしたスケーティングもしますよね、はいはい、すごくそこから、まあ、一番あの彼女の持ち味のいいところが出てるんでしょう。このスパイラルスイクエンスは素晴らしいですね。足がもう高々と上がっています。素晴らしいです。Hi, Jean, all my teachers. Hi, Mr. Shan. Hi, Grandma, Grandpa. Anyone else I forgot? Scott? さあ、得点です。リクワイヤードエレメンツ。5.8 も出ました。5.6 をつけたジャッジもいますが、ほとんどが 5.6、5.7。まだ選手の前半の方ですので非常に高い得点です、はい、そしてプレゼンテーションこちらも 5.8 が並びました。6人のジャッジが 5.8、 素晴らしい点数ですね。全てのジャッジが1位をつけています。